どこよりも詳しく天気をお伝えしております、ソラネットです、福島テレビはです、ね、民間の独自予報ができる、えー、気象業務許可事業者というのをいただいていて、はい、どこよりも細かく、そしてどこよりも先を見ながら天気予報をやっているということなので、この夏の予報もよろしくお願いいたします。ま、えー、まずはは皆さんんかららいいただいた季節のりりなでですが、はい、昨日ニュースでやりましたね、はいはい、こちら えー、福島市は曇り空で UFO は飛んでません <laughs> <laughs>。UFO でも飛んでても見えないかな。<laughs> そうですね。もしかしたら雲の向こうに飛んでるのかもしれませんが。<laughs> ここね意外とラーメン美味しいんですよ。えー、そうなんだ。はい。あのぜひ食べに行ってみてください。<laughs> <laughs> はい、えー。そして下行ってみようかな。うん、枝豆も膨らみ、トウモロコシもヒゲが出てきました。<ー>これねトウモロコシってこの収穫時期が難しいらしいですね。えー、美味しい時期がすごく短いので。 収穫時期間違えるとっていうところなので、<laughs> あの冷えが出てから何日後とかあるのかもしれませんのでチェックしてみてください。うん、枝豆もできてきてますね。うん、えー、そしてとっても蒸し暑いそんな日は、えー、庭のシソッパでおにぎりです。あ美味しそうん。こういうの今日みたいな暑い日食べたくなりますよね。うん、えー、そしてプラム、あ<ー>プラムも取れるの。ピチピチ。ね<ー>、うん、やっぱり果物王国ですよね。はい、何でも美味しくできちゃうのかな。えー、そして。 えこちらでサルスベリがこんなに咲いてきました<ー>いつも7月じゃなかったかなってそうなんですか、うん、ちょっとこれいつ頃咲くのかちょっとまた教えてくださいそしていつも通りに綺麗いな土合建て公園のアジサイここね青のアジサイが多いんですよ<ー>そして陽林寺のアナベルもう最高ですねたくさんの人が訪れているようでございます今日はあのすごく蒸し暑い一日になりましたえっ、ー、と最高気温見てみましょうか なんんか今まままでででと暑さのタイプ違いませしししたたたそうですねむしむしそう湿気た感じよ実際湿度が高かったでこういう指数があるのをご存知でしょうか不快指数という指数があって、うん、気温と湿度から計算するんですけども今日の正午のえ福島の,あの不快指数は80ほぼ全員が不快に感じる私も感じました、ね、私も感じたぐらいだから <laughs>、はいえー、なのでそれぐらい湿気の嫌な暑さだったんですよねこの暑さで 雨雲が発生しています。こちらご覧ください。結構強い雨でしょうん。もうこれ夏の夕立ですよね。で、こういうことわざがあります。ええー、ほととぎす山。これね、奈良葉にほととぎす山っていう山があって。<ー>奈良葉の街の中の西側にあるんですが、ここに雲がかかれば、洗濯物を追っ込めお米。お米。お米ってわかります。しま,すかしまうってこと。しまうってこれ方言だと思います。 つまり雨雲は西から来るんだよ、だから西の方に雨雲が見えたら洗濯物を追っ込めよっていう,うそういう意味です、これよーく分かるのがこのレーダーです、いきますよ、今日はほら、西から東に、雷雲が進んでいるのが分かりますよね、はい、ただどうですか、かかってもすぐに抜けちゃうんですよ、今日は確かにざっと5分から10分ほどで雨、降りましたけれども、すぐに上がってしまう、そういう雨でございました。 で、今はですね。目立った雷雲ないんですけども、はい、ちょっとね。気になるのがね。この辺りの雲なんですよ。うん、えっと。まだ実は今日大気の状態が不安定で、特にこういう茨城県や栃木県境こういうところでですね。この後えー、まだにわか雨がありそう。今夜はね。結構寝苦しい夜になるのかなと思います、えー。大した雨にはなりませんけれども、雨が降るとまた湿気が増してくるのかなと思います。さあ、そして今日はですね。こちらをお伝えしたいと思います。 この夏の暑さどうなるのか夏の予報そして夏に欠かせないのがこちらでございます清涼飲料水、はい、小川さん好きですか大好ききでですすか大実はねこの清涼飲料水全国でも福島県民は屈指の大好き県民だったっていう話をしたいと思います、えー <laughs> えー、一体どういうことなのかまずこちらのデータ見てみましょうか、はい、こちらですはい あのあ<れ>購入金額ランキングどうですか3位全国で3位一、えー、位前橋二位埼玉なんですかねこれねなんとなくわかるおお<ー>おおおお,お,おっていう後でね、はい、あの答え言いますけれども <laughs>、はい、でこういうのもいただいておりますこちらでございます、えー、ピースさんからお盆時期は特にジャンガラの人とかお線香をあげに来てくれた人にとにかく飲み物たくさん出しますあ<ー>福島の方優しいから、はい、我々もほら取材行ったりすると あのオロナシーとか私もいただきました栄養ドリンク結構もらえますよね <laughs>、はい、だからとにかく優しい知らないお宅のジャンガラを通りすがりに眺めているだけでもその家の人からジュースをくれたりして <laughs> いわき市あるあるじゃないかなということなんですけどもじゃあ具体的にどんなものを飲んでるのか、はい、全国ランキングこれ家計調査で項目ごとにありますで見てみましょうかこちらでございます <laughs>、はい、各項目上位なんですよ まあね、あの桃の里です果物の里ですからあの果物のジュースもそれからいろんなおいしい乳製品の牛乳とか、はい、コーヒーとかカフェオレとかありますよね,ありますねだから皆さん本当に日常的に、まあ、飲んでるよっていうのが、えー、あるんですけれども、うん、特にですねスポーツドリンクの購入金額<ー>これ全国で3位でございます。3位 これねこういう空ネットいただきましたツイッターこちらでございます、はい、夏場の農作業は暑くて本当にきつい、うん、最近の暑さは命の危険を感じるほどでスポーツドリンクは必需品です、はいで。確かにこれ農作業っていうところで実は農家数のランキングは全国で福島4番目、うん、農家の方が多いそんな中でもご覧のように真夏日日数が特に多いということなんで、うん、農家が多くて暑い日が多い。うん <laughs> はい、だから スポーツドリンク必須なんじゃないかということでございます、うん、そしてもう一つミネラルウォーターなんです<ー>これも福島で5位なんですよ<ー>これなぜかなのかこれミキニッタさんソラネットなんですがこちらでございます水道水が美味しいので驚きなんですが災害に備えて備蓄する意識が高いのかな確かに水道水普通に飲めますから備蓄か確かにそうなんです、うん、で実際これもねやっぱりミキニッタさんの推察が正しいデータで東日本大震災前は 全国で41位だったのが震災後に全国5位になったこんな変変わわりまするそれだけやっぱりあの東日本大震災その後のですね何度かの地震で防災意識が高まって皆さん備蓄されてるのかなと思いますこれは私すごくいいことなのかなというふうに思いますさあそしてその清涼飲料水たくさん飲む夏になるのかズバリなりますちょっとこちら見ていただきたいんですが今日3か月予報のデータが発表されましてね やっぱり亜熱帯の夏の太平洋高気圧が強まるというそういう予報になってますそれだけじゃなくってちょっと古賀さん手伝ってもらいますか、はい、実はインドの方からチベット高気圧がこうやって強まってくるつまり高気圧の2段重ねになる福島県は圧力鍋の下のような猛烈な暑さになるのではないかなというのが見立てでございます。年、えー、年はウルトラモーションしかも去年より 夏が長くなるんじゃないか？長いんですか？いやなニュースだと思いますけれども、はい、え皆さん予防と覚悟をお願いします。明日の天気です。 えー、明日はです、ね、ちょっと涼しくなるのかなという感じですよね、うんあの、今夜は確かに湿気が多くてジメジメするんですけども、明日日中はね、その蒸し暑さ感が少し、えー、なくなってくるんじゃないかなと思います、明日は昼前後にちょっとパラッと雨が降るというのがポイントです、中通りの北部、です今日もだから洗濯物干しっぱなしの方、濡れてしまったかもしれませんが、明日もしかしたら昼頃にですねにわか雨パラつく可能性があります、えー、気温は今日よりも3、4度低いんですよね。 特に昼頃から北西の乾いた風が吹いてくるので、湿気が弱まってくるのかなと思います。そして中通りの中部です。だからね明日、明後日はね意外と過ごしやすいと思いますよ。うん、え午前は雲8割、青空2割のそういう天気になりますえ。こちらは明日もまとまった雨はありません。中通りの南部です。え突然、あのにわか雨や雷雨、今日はありましたけども、白川は結構ざーッと降りましたけどもね。今日より大気安定しますので、県南の方はにわか雨はなさそうです。そして浜通りです。 えー、明日もこちらは晴れたり曇ったり実は雨がすごく少なくって、はい、6月の雨量が平年の3分の1なんですよかなり少ないだから浜通りの方にとってはもう少し降ってほしいなあというところだと思います、うん、じゃあこの後どうなるのかって話をします、えー、日曜からなんと早くも真夏の亜熱帯気団がやってくるっていう早くないですか早いんですよ <laughs> まず最初に上空1500メートル付近の気温の平年差を見てみましょうか 確かに今私言ったように明日明あさって乾いた空気が入ってくるんです、うん、ですから気温、ちょっと落ち着きますところが見てください、週末からぐーっと上がってくるい<や>で、これ1枚で見ていただきたいんですけれども、はい、特に注目なのがこの月曜日から火曜日なんです、この赤い部分がその亜熱帯の太平洋高気圧なんですが古、うん、賀さん、どうですか、ここ2日 2> 近づいてるそうすっぽりと亜熱帯の高気圧に覆われてますよね。うん 実はですね近年7月の上旬36度超えっていう暑さになったのがこの過去10年のうちに4回あったんですよ、4<回>今年もこんなふうになります。暑いということで皆さんに注意事項、ししました警戒,です暑さ警戒レベル35度超えのデンジャラスな暑さになります。 で今までとです、ね、違った湿気の多い暑さになりますので、えー、皆さん、本当にです、ね、来週の週明けの暑さ、確保をお願いします、えー、週間予報見てみましょう、えー、この後の雨ですが金曜日にややまとまった雨が降りますので少し水不足、えー、解消されるかなというところですね、ただ土曜の午後からは天気回復して土日はまあアウトドア日和ですけれども暑さ注意です。1区はこちら梅雨入りに今日もと空見上げ テレラネットでした。